おはようございます。今日は Vlog の動画を撮っていこうと思ってるんですけど、午前中は仕事に行って、で午後から午後半休をいただいてるので、とあるライブの方に、もうサムネとかタイトルでネタバレはしちゃってるかもしれないんですけど、僕にしては珍しいというか、まあ、結構大きめのライブに遊びに行こうと思ってるので、ライブ Vlog 的な感じでゆったりまったり動画を撮っていければなと思います。今日着ていくのは、先日のスタイリング動画でも紹介しましたこちらのトーガのモヘアのカーディガン、これを着ていこうと思ってます。でパンツはこのリーバイスレッドのデニムですね、インディゴのデニム、これを合わせていこうと思います。これ裾はこんな感じでカットオフして、まあボロ履きというかセルフでフレイドヘム加工みたいな感じにして履いてます。結構頑張って今育ててる感じですね。シューズはこちらのプレイとコンバースのスニーカーを履いていこうと思います。はい、今ちょっと仕事終わりまして都内にやってきたんですけど、とりあえずライブ前に腹ごしらえですねをしていこうと思って、でも行っちゃうと今日どこに行くかっていうと武道館でライブなんですけど、武道館に行く前は、まあ、毎回ここで腹ごしらえをしてから行ってるっていう場所が神保町にあるんで、今ちょっとそこに向かっているところです。でこれ今日からちょっと広角レンズをつけてみたんですけど、どうですかね、結構このカメラ ZV-1 っていうカメラ使ってるんですけど、画角が手ブレ補正使うと狭まっちゃうっていうのがあったんで、結構これでも自撮りで撮れてると思います。あ、で見えてきました、今日行くのがラーメン二郎神田神保町店ですね。はい、こんな感じで結構並んでますね。で神保町の二郎はまずこの店の前ここに並んで、でここで入れなかった人が向こうの列待機ですね。でそこから道を挟んでこっち側に次は並ぶっていうルールがあるんで、
初めて来る方とかはそこだけちょっと気をつけてくださいって感じで。はい、じゃあ二郎並んでいきたいと思います。はい、行ってきました。二郎、いやお腹いっぱいっすね。で、二郎の店内はちょっと動画撮影ができないんで、あの食べたラーメンはちょっと写真この辺に載っけときますね。さすがに麺は少なめにして、で、あのニンニクもちょっと入れなかったですね。油だけ増やして食べました。じゃあこっから武道館まで歩いていこうと思うんですけど、多分20分くらいですかね、歩いて。まあ職場の運動にちょうどいい距離感ですね。で、今日はもう11月30日なんですけど、今日撮影日がもう年の瀬っすよ。1年本当に早い。皆さんは今年どうでした？最近はやっぱコロナとかも結構収まってきて、ライブも行けるようになってきてはいますよね。だんだんと元の世界が戻ってきてはいる感じですけど、来年はどうだろうな。あ、てかそういえば年末のあの ZEP 東京の最終日、12月31日の ZEP のツーマンが発表されましたね。エルレとブラフマンってことで、まあ僕も一応もうほんとさっき発表されたっすね、今日のお昼だから。まあ一応運試しで申し込もうかなって思ってますね。行ければラッキーぐらいの気持ちで。まあ無理だろうな。はい、で今日誰のライブに行こうとしてるかっていうと、あいみょんですね。あいみょんの弾き語りツアーの追加公演が今日11月30日武道館であるんですけど、でこの11月30日今日はあのライターズっていう僕の大好きなバンドがいるんですけど、そのライターズもツアーファイナルで渋谷でライブがあってかぶっちゃったんで、まあ行きたかったですけど、もともと撮ってたこっちのライブを優先して行こうと思います。でね、もう武道館自体行くのはいつだろう、2017年のライズぶりと思ったけど、あ、違うっすね、あれっすね、あの電波組っすね、のあのネムの卒業公演ぶりっすね。でもそれでももう約3年ぶりくらいの武道館、多分10回ぐらいは行ってると思うんですけど、今まで武道館って初めて行ってみると結構意外とちっちゃいっすよね、アリーナとかと比べたら。全然中入ると、あ、こんなもんなんだって思いますよね。はい、武道館到着したんですけど、もうすごいいっぱい人がいます。こんな感じです。このグッズをいっぱい着ている人とかがいると初心に帰りますね。
物販もかなり並んでるんですけど、どうですかね。ちょっと僕も物販行きたいなって思ってるんで、並ぶだけ並ぼうかな。多分結構進みも早そうなんで、僕入場まであと1時間くらいあるんで、ちょっと物販買えればラッキーかなぐらいの気持ちで並んでいこうと思います。このパンフレットが欲しいですね。で、あとこのスリッパ、この2つが欲しいな。買えるかな。結構並んでます。こちらのアプリをお持ちでしょうか。はい、ありがとうございます。スリッパ一つと、はい、あとスリッパですね。もう一度会員証の確認をお願いしてもよろしいですか。はい、会員情報確認させていただきます。ありがとうございます。スリッパが一つです。あとパンフレット一つ。はい、それでお願いします。はい、ステージお会計の方が5,600円。はい、これで。はい、不用品以外の返品交換を断りしております。はい、ありがとうございます。はい、今ちょっとカメラを iPhone に変えて撮影してるんですけど、物販無事に買うことができました。こちらのファンクラブ限定のスリッパ、かわいいやつ、普通に実用性があっていいなって思いました。これとこちらのパンフレットですね。パンフレット、これも中を見るのが楽しみです。こんな感じで今ぼちぼち入場が始まってきてるんで、ライブ楽しんでいこうと思います。はい、ライブ終わりました。最後にここでちょっとエンディングだけ撮っちゃおうと思ってるんですけど、もう本当に良かったですね。あいみょんライブ見るの4年ぶりだったんですけど、もうやっぱ弾き語りっていうこともあって、あの路上時代の、あの初期曲夜行バスとかも聴けたのもすごい嬉しかったですね。で、やっぱりこの規模感の弾き語りライブを見るっていうのは初だったんですけど、やっぱりあいみょんの真骨頂なんで、路上とかでやってたな、それを感じれたっていうのはすごく良かったですね。で、最近の曲もずっと好きで曲は聴いてたんで、やっとライブで見れたって感じがしましたね。嬉しいです。で、本当になんかこの規模感のライブに行くっていうのが久々だったし、あとあのなんか物販並んで買ったりとか、あの周りのお客さんのなんか客層の感じとかも、なんかすごい今日は初心に帰ったような感じがしました。まあたまには1年に1回ぐらいはこういうライブに行くのもなんか視野が広がっていいかなって。でね、なんかあいみょんのライブ MC とかでもお客さんと話したりするシーンも多くて、あいみょんのライブって今こういう感じなんだっていうのも思いましたね。なんかすごいまったりした空気感で良かったですね。なんで、まあ来年のツアーとかも発表されたんで、来年はやっぱりバンドで今度は見たいなって思います。はい、じゃあこんな感じで今日の Vlog 終了しようと思います。またこんな感じでまったりライブ Vlog 上げていけたらいいなって思います。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。